皆さん、こんにちは。今回は SAOIF に課金は必要かっていう話をしていこうかと思います。まず最初にはっきり言います。このゲームは現時点ではスキルゲーというかガチャゲーです。ちょっと前にシンシード36さんっていう方がこういう動画を上げてくれたんですけど、この動画の言ってることは全部本当です。で、まあ課金が必要かどうかっていう話なんですけど、まあそれは、まあ人によるとしか言えません。まあ強くなるために課金が必要っていうのは当然なんですけど、まあ慈善事業でやってるわけじゃないんで、そりゃね、課金した方が有利になるっていう仕組みになるっていうのは普通だと思うんですけど、でもまあ無課金でもいい場合もあって、でまあ課金するとしたら、まあどれくらい課金すればいいかっていうのが、やっぱり何を目指すかとか、どこまで強くなるかによるので、ちょっとどれくらい課金すると、どの程度までなんか目指せる、どれくらいの強さまで目指せるかっていうのを目安になるかと思って、ちょっと大雑把に分けました。まず最初、ストーリーをクリアしたいだけの人ですね。まずはもうストーリー楽しみたい、まあ、SAO のコンテンツなんで SAO のストーリー楽しめればいいやっていう人は無課金で OK です。で、まあとりあえずオーダーでフルバーストスキルっていうのを当てれば、まあなんかストーリーはクリアできるかなっていう感じがします。まあフルバーストのスキルの使い方とか知ってないといけないんですけど、まあなんかそのあんまりその何始めたてでちょっと操作とかも難しくて、ストーリーも結構大変っていう人もいるんですけど、フルバーストあればなんとかクリアできたっていう人が結構いるんで、まあ無課金でもなんとかジェム貯めてフルバースト当てれば、まあストーリーくらいは大丈夫なのかなって思います。で、次2番目、俺くらい強くなりたいっていう人ですね。そういう人は微課金で努力すれば全然可能です。ただし、すっごい努力しないとあかんです。まあこれは別に微課金だろうと重課金だろうと変わらなくて、もう無課金でも変わらなくて、どの層でもめちゃくちゃ周回しないとやっぱり強くなれません。まあそのスキルゲーとか言ったんですけど、もう本当にその最低限やった方がいいよっていうものがあって、熟練度スキルっていうものがあるんですよ。これ努力で上げていくものなんですけど、まあこれの、まあ、武器の知識っていうのがあるんですよ。瓶っていうものを使って開いていくんですけど、このスキルを。で、この武器の知識っていうやつが1つ5%で全ての武器で有効って書いてあるんですけど、これ7つ分上げると攻撃力35%上昇になるんですよ。で、その35%がそのスキルレコード1個分に匹敵するくらいめちゃくちゃ強くて、それがやっぱそのスキルレコードつけてなくても発動してるっていうのがめっちゃ強いんで、これを上げてること前提です。で、これをやっぱ全部上げ切るのもやっぱ始めたての人からするときついっていう人もまあいることにはいるんで、まあさすがにこれだけはやっとかないとねみたいな熟練度スキルもこういう極意とかね、全然あるんで、こう熟達とかあるんで、まあやっぱ努力して当然みたいな感覚で、そのスキルゲーとかガチャゲーっていうのは言ってます。もうみんなそのやっぱ強くなるんだったらやっぱ努力前提みたいな。まあ、努力っていう言い方あれかもしれないけど、その周回、ある程度の周回数はやっぱ前提だよねっていう感じがあるんで。まあそういうのを当たり前のこととして、そのガチャゲーっていうのを言ってる人がほとんどだと思います。ただし、この微課金で努力すれば可能っていうのは、その引くオーダーを厳選する必要があるんですよ。どのオーダーを引くのがいいかとか、このオーダー引いたらちょっと本当にいいの当たりにくいから、やっぱこのオーダー引いた方がいいよねとか、まあ、そういうなんか知識が必要で、そう分かってないといけなくて、でやっぱ知識あるギルドに行って、そのどのオーダー引くべきかとか、なんでそのオーダー引くのがいいのか、このオーダーのこういういいスキルがあるからこういうのを引くのがいいよっていうのを、そういうギルドに行ってちゃんと聞いて勉強して、自分でもしっかり考えてっていう必要があります。で、これはもう無課金だろうと微課金だろうと重課金だろうと、やっぱ必要なことだと思うんですよ。やっぱ自分に何が足りなくて、どのオーダーを引くのがいいのかって考えるのが、やっぱ知識ついてくるし強くなると思うんで、みんなそういう知識は必要だと思うんで、まあとにかく、まあ俺くらい強くなりたいっていう人だったら、微課金で、
時間はかかりますよ。このゲームどうあがいてもやっぱりめっちゃ時間かかるんですよ。アホほど重課金してる人でもやっぱ努力しないと強くならないんで、やっぱりのめちゃくちゃスキルレコード持っててもトータルパワーなんか6万とか10万とか全然努力してなかったら、さっき言ったようなその武器の知識とか多分上げてないだろうし、あんまりその火力出ないっていう感じにはなるので。で3番、トップ層に追いつきたい人ですね。そういう人は月10万円以上課金しても難しいです。やっぱ本当にトップ層って言われるくらいの本当強めちゃくちゃ強い人が言ってたんですけど、何ヶ月か前から言ってたんですけど、10万円課金してもきついって。やっぱりそのやっぱ周回している数が違いすぎて、で今やっぱもう 6.5 周年も続いててめちゃくちゃコンテンツが増えてて、今から始めると本当にやることが多すぎて、で今までの人ってそのコンテンツ出たらすぐ終わらすみたいなのをずっと続けてきてるから終わってるけど、これから始める人もう本当にね、やばいくらい周回しないとあかんので、でしかもガチ勢はもうそれに加えてもう常人では考えられないほどいろんな周回とかをしているんで、厳選とかね、本当にその1000回に1回ドロップするかどうか分かんないようなアイテムを使って作る武器とか、そういうのをなんか何個も作って厳選するみたいな、そういうことをしてる人たちなんで、もう本当に強くなりたいんだったらそういうことをする必要があるよっていう話ですね。まあでもまあ SAOIF このゲームやってる人のほとんどは、無課金とか美課金勢ですね大体。YouTube の配信とかコメント見ててもほとんどの人が自分無課金ですっていう感じでしたね。無課金の場合はちゃんとそのイベントっていうもので、スコア報酬っていうのがあるんですけど、それで課金石って言われてるそのジェム、これこのアルカナジェム、これでガチャが引けるんですけど、この石でこれを取り切るまでは最低でもやった方がいいのかなって思います。で美課金帯とか重課金帯とかなんかそういうの言ってたんですけど、ちょっと具体的にどれくらい課金したらいいのかみたいなのもちょっと、見ていこうかと思います。まず美課金帯、月1000円くらいのコースですね。それは、ブーストモードって呼ばれるものか、アルカナジェパックって呼ばれるものどっちか買う感じなんですけど、月1000円くらいかかる感じですね。これは左上メニュー右下ショップで、ブーストモードって押すと、これ灰色になってるんですけど、これ購入済みっていう意味ですね。でこれ960円でこれ買うと、経験値4倍、武器熟練度2倍、ドロップ率2倍って書いてあるんですけど、これが1ヶ月続くと。でこれ1回買うとサブスクになってて、でとりあえず1ヶ月だけやりたいっていう人は買って、これが期限が終わる前に、解約してっていう風にすれば1ヶ月だけできるんで、やっぱ強くなるならこれがあった方がいいですね。それかこのパックってやつですね、アルカナジェムパックってやつ、これが1ヶ月で毎日ログインすれば最大3000アルカナジェムもらえて、毎日じゃなくてもその途中何日かログインしてなくても、この期間内に最終的にその25日以内とかだっけ、なんかログインすれば、今そのログインしてなかった分も、もらえるらしいんですけど、これのどっちかですね、この課金石をもらうのか、このブーストモードで努力が楽に、努力っていうか周回が楽になるかのどっちかですね。これが一番課金額を抑えたものになるんですけど、やっぱりスキルゲーなんで、どっちかっていうとこのアルカナジェムパックの方が、おすすめではあるんですけど、努力がめちゃくちゃ大変なんで、そのブーストモードやんないと。で次、美課金帯の月2000円コース、それは今言ったブーストモードとアルカナジェムどっちも買うやつですね。で持ち行きは基本これをやっています。でもこれ買ったところで今すぐ強くなりたいっていう人は無理です。でさっきそのアルカナジム毎日ログインで少しずつもらえていくみたいな話したと思うんですけど、1ヶ月くらい毎日ログインしていくと、1ヶ月で3000ジェムもらえるよって。ただめちゃくちゃお得なパックなんで、その課金額の割にそのめっちゃ課金石もらえるよっていうやつで、
で、まあもっと欲しいスキルがあってもうちょい課金したいなっていう人は次の ③ ですね。月2000円以上のコースですね。6800円ぐらいまでかな多分ね。あの毎日160円で250ジェムあの買えるやつがあるんですよ。これのジェム購入っていうところを押すとアルカナジェム A っていうのがあるんですよ。これ160円で250個なんですけど、これ1日1回買えるようになってます、この一番上のやつで。これを毎日買うのが一番あのなんていうの、無償分か、無償分があの多くなって一番お得な買い方なんで、これを地道に、まあ、毎日買っていくっていう感じですね。まあ、これ感謝の160円とか呼ばれてるやつなんですけど、でまあこれね、あの160円毎日買うっていうけど、まあ、買いたい時だけ買うとかそういうのもできて、まあ、何回やるかは調節できるんで、まあ、そういう意味でも、まあ、2000円以上6800円以下くらいなのかなみたいな、大体でね。でまあいろいろごちゃごちゃ計算してるのも書いてあるんですけど、まあ大体月、5000とか6000とか、まあもうちょっと、まあ月、3000とかにしたいなみたいな、4000とかにしたいなとか、いろいろまあね、あの引く日数を調整して、まあ、課金額コントロールできるのかなと思います。まあ、この ① から ③ でもあの引くガチャね、間違えなければ俺くらいの強さにはなれます。まあ、努力は必要ですけど、まあ、あとはその何ヶ月もガチャ金ができるメンタルと、まあ、何が引けるか判断できるほどの知識が必要ですね。でまあこれ美化金帯、これ細かく見てんのかな、まあ細かく見てるか細かく見たんですけど、あの重課金に関してちょっと言おうと思うんですけど、始めてからあの毎月100万円以上課金してるっていう人が、まあ、いるんですけど、あの1年ぐらい続けてようやっとスキル高700枚台になったって言ってたんですよ、1年くらいで。で俺今持ってるのがスキルレコード全部で559枚で、今多分スキルレコ総数1500枚近くなって、それ以上なってるのかな、なんか計算してないんですけど途中からだるくて。でもそれ俺多分3分の1くらい持っているっていう感じなんですけど、あの初めて1年でほんとガチ課金してもやっぱ700枚台くらい、あの720、半分、全スキルレコ数の半分くらいしか取れないんで、そういう人でももうなんかやっぱ全然足りないみたいな感じになるらしいんで、もうそう考えるとやっぱめちゃくちゃ課金するんだったら本当に課金しないと、あのめちゃくちゃ強い人に追いつくのは難しいのかなって思います。まあでもなんかその圧倒的な強さを手にしなくても、あの一緒に周回したり楽しんだりあのすることは全然できるんで、でまあ、今開催中、この動画撮ってる時点で開催中のこのギルドランキング戦ってやつ、これを みんな目指してやってるんですけど、まあ、こういうのね参加するだけだったら全然ね、どんな強さな人でもね、あの上位ギルドね必要としてるところは結構多いので、まあ、参加するだけならなんとかなるのかなっていう感じはします。まあ、まとめると、まあ、課金するかどうか、課金が必要かどうかっていうのは人によって、別になんかガチでやらなくていいとかストーリーだけでいいんだったら、まあ無課金でいいし、まあそれなりに強くなりたくてそれなりに努力して、まあ最新層まで行きたいっていう人は、まあ美課金でもギリもしかしたら、まあ運が良ければまあ周回できるかなっていう感じで、でまあ月あの もっとその美課金で課金したい、なんか6000とか課金したら、まあもっとあの上位勢と一緒にできなんか周回しやすくなるのかなっていうのと、本当に強くなりたいならあのやっぱ月10万とか課金する感じになるのかなっていう感じですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。